石蓋を持ち上げる作業が慎重に進められています。佐賀県の吉野ヶ里遺跡では、今日午前10時に内部調査が始まり、石でできた墓石棺墓の蓋が開けられました。石棺墓はこれまで神社があったため発掘調査が行われていなかったいわゆる謎のエリアで今年4月に見つかりました。墓は縦1.7メートル。 横3.2メートルと一般的なものよりも大きく蓋の表面には千穀と呼ばれる記号が無数に刻まれていますまた見晴らしの良い場所にあったことから大和大国が存在したとされる弥生時代後期に作られた有力者の墓とみられています佐賀県はおよそ1週間かけて服装品など墓の内部を調査する予定です